2020年2月23日、明日24日が千葉県公立高校入試です。で、明日に向け社会の第4問の、日本史の江戸以前の問題の対策を駆け足でしてまいりたいと思います。私は講師をします、予備高校講師で船橋稲桜です。さて、このさて、明日が試験という前日に、このものを作っているのは直前すぎじゃないかと思われるかもしれませんけど、私は希望者にはこれまでずっとこの1年間、その社会も理科も教えてきたんですね。で、ちょっともうちょっと枠を広げようということで、Zoom で20日に講座を開いております。ただそこにも参加できなくて、もうギリギリになっていて、なおかつ、日本史の第4問、すごい苦手な人ですね。すごい苦手な人にこの動画をお勧めします。もうここら辺しっかり勉強してるから、まあ大丈夫ですよという人はあえて見なくてもいいんじゃないかと思いますけど、まあこう日本史の、その江戸以前のやつがいつもわからないという人は直前ですが役立つと思いますので、ぜひご覧ください。はい、これが日本史の千葉県公立高校入試に関して、千葉県教育委員会が発表した結果データです。これが正答率ですね。で、これが全く答えなかった無答率です。で、第4問が江戸以前の前近代史、第5問が明治以降の近現代史になるんですが、まあ、近現代史が比較的できているに対して、前近代史が全体的に弱いんですね。で、逆に言うと、そこをしっかり押さえると少し得点アップができますので、それを目指す講座ということ。それでは日本史の分野をこれから4つの区分し、旧石器から飛鳥、奈良平安、鎌倉か安土桃山、そして江戸に4区分し、1年間で勉強する流れを約1時間駆け足で説明します。だから、無理に全部覚えようとせずに、強調したところ中心に流れを抑えてください。これなんですけど、4つの時代、まず古代から飛鳥時代です。で、この年表の中の年号については細かくする必要はないです。というのは、千葉県公立高校入試の問題でも、他の、県、あの県の、も日本史の問題でも年号を細かく聞いたことはないですね。ただ時代の前後関係は順番に並べさせたりするので、前後関係が分かる程度に知ってればいいということで、実は知っておいた方がいい節目の年号を赤で書きました。まあ、これは知っといた方がその時代の前後関係を知る上でもいいです。で、まあこれから解説をしていきます。さて、旧石器時代がありました。で、そして縄文時代になりますと、まあ、縄文式土器というので有名ですね。が、磨製石器符を使います。それから土偶という、まあ後で図をお見せしますが、まあ、人形みたいなのを作っていくと、竪穴住居ということですね。さて、この縄文の時代に地球が今の平均気温より2、3、あ、1、2度あったかい時代がありまして、そうすると南極と北極の氷が溶け、そして海が内陸まで進んでくると、そうすると今の内陸地方にも、そのかつて海だった貝塚の、あ、海の近くだった貝塚の跡地があるということで、こういうものが有名です。大森貝塚、東京、加曽利貝塚、千葉が有名です。で、次に弥生時代になります。すごいスピードでやってますけど、本来は日本史は1年間かけて学ぶ内容を、これから1時間程度で全部話しますので、大体の時代のアウトラインが分かっていただければいいので、細かいことにこだわらずに時代のアウトラインをざっと説明していきたいと思います。さて、この縄文時代に海が進んだのを縄文海進と言いまして、これ非常に最近注目されてますので知っておいてください。じゃあ次、弥生時代になります。弥生時代は農耕文化なんですが、水稲農業ですね。で、弥生式土器で、これ重要なのは金属を作った、農具のために、まあ、金属を精錬して作る技術が発達したということです。それから、その豊作の祈りのための銅鐸というのを作ったと。まあ、そうして、まあ、吉野ヶ里遺跡、トロ遺跡あたりが有名です。で、だんだんと米が生産をできて貯蔵できるようになると、まあ、やっぱ権力が生まれてくるんですね。ということで、ちっちゃな国が生まれます。で、この頃ちょうど、まあ
紀元後直後、まあ、紀元後直後ぐらいでいいと思うんですが、キリストが生まれた後ぐらいに、倭の名の国、国王が、まあ、中国から陰住をもらったということ、それから、まあ、その後に卑弥呼という小国連合、邪馬台国連合の女王が出てきたということがあります。さて、弥生時代の後に古墳ができる時代があります。で、古墳時代が、もうちょっと強い、王国ができていくわけですね。で、古墳の王様と一緒に、まあ、生き埋めしてたという話もあるんですが、そう、やはり人形で、王様の家来だった人を人形に形作って埋める、埴輪とか、まあ、馬とかもありましたけどね、その埴輪とか作ったりしたということです。で、そして古墳時代に大和朝廷ができて、で、古墳時代の最後あたりに仏教が伝わってくるんですね、中国から。で、この仏教伝来っていうのが重要で、まあ、御参拝というふうに押さえていただくと、538年に仏教が伝わりました。で、この時に日本にいた他の神様を重んじて仏教を排撃しようとする廃仏派と、まあ、そのアジア標準の仏教を受け入れようとする崇仏派に分かれて、この蘇我氏の方が勝つんですね。で、その勝った崇仏派の蘇我の一族が、まあ、有名な聖徳太子と協力しながら、まず、ここが飛鳥時代に入っていきます。飛鳥で、時代の前後関係を並べる上で、実はその一つの飛鳥時代と言われているものを二つに分解した方が分かりやすいので、まず飛鳥時代の前半は聖徳太子が、活躍したい時代です。で、聖徳太子は、冠位十二階という、その生まれではなくて功績に応じた冠位を与えるという、制度を作ったのと、それから17条憲法、まあ、有名な言葉としては和をもって尊しと成すとかいう、その官僚の法律を作ったんですね。で、ということです。で、この頃の文化を飛鳥文化と言いまして、飛鳥寺や四天王寺、法隆寺などが有名ですね。そしてこの頃、聖徳太子は隋、当時の中国の帝国である隋に小野妹子という遣隋使を派遣しました。しかし直後、もう隋自身が滅びて唐に変わるので、名前を遣唐使に変えて、派遣を続けるということになります。そしてその後なんですが、1645年、まあ、私の時代には虫も殺さぬというふうに覚えたんですが、実際、まあ、いろいろ、殺してる行為ありますので、おかしいんじゃないかと思いながら、虫も殺さぬ覚えやすいので、645年ですね。この645年の大化の改新というのがありました。中大兄皇子と中臣の川渡りが藤原氏を滅ぼした。つまり一旦聖徳太子の、まあ、あとくっついて成長していた蘇我氏を滅ぼして、まあ、政権交代を行うわけですね。さて、この大化の改新で一番重要なのは、大化という呼び方が日本初の元号、つまり今令和って言ってる元号の、最初の出発がこの大化、これよく聞かれます。さて、で、この大化の改新で班田習字法というのができるんですね。で、班田習字法は6歳以上の男女、まあ、ちょっと女子の方が少ないんですが、口分田というのを与えると。で、つまり国が土地を平等というか、きちんと全員に与えるという法律を作ったんです。で、ただ、死んだ後は回収しましょうということで、まあ、故意故宮の土地を生きている間に貸しますというような発想ですよね。で、班田習字法というのを作りました。で、このちょっと言い忘れましたが、この色分けなんですね。この色分けは赤が重要事項です。そして青が文化的な話、文化的な話。そして、緑は土地所有とか、あともうちょっと後半の方では商業とかの流れですね。商業とか、あるいは農民の流れをここら辺に書きます。さて、で、大化の改新で新しい、なんていうかな、勢力が、国を、なんていうか、指導する形になりまして、勢いが出てきて朝鮮に攻め入ったんですが、負けました。で、その時に太宰府を、攻め返されるということで、太宰府というところ、
九州ですね、九州のところで防衛線を作って、水木とか大野城というのを作ったというのが有名で、太宰府は後にどんどん整備されますけれども、この頃その最初の防衛線を作っているということで、中国に対する防衛、中国朝鮮半島に対する防衛線ということですね。さて、その次にこの大化の改新から後半なんですが、大化の改新をやった人たちが天武天皇、持統天皇、天智天武持統という天皇の流れがありまして、でこの時代の後半、安家時代の後半には白鳳文化というのが花開きました。高松の塚古墳壁画というのが有名ですね。でこの時に初の貨幣を作ったんです。で和同開珎の方が有名ですが、実は最初の貨幣は不本銭ですので知っておいてください。でこの時代の飛鳥時代の最後に大宝律令という制度を作った。でこの大宝律令は現在の国県市みたいな行政単位を、こう作ったのと、太宰府を整備した。で太宰府に先森という防衛者を置いたということと、それから税金ですね、この租用庁増益、これを作ったというのが重要で、国地方の枠組み作りと税金と今の、国の基本制度につながることを作ったんですね。さて、じゃあ飛鳥時代の前半と後半を、大化の改新が真ん中で、前半と後半どう解釈すればいいかというと、前半は聖徳太子という人が官僚の規則を作ったと、そして後半は国全体の、律令制度、大宝律令というものが、大きなきっかけになるんですが、国全体の制度を作ったということですね。ちなみにちょっと言いますあそうですか大丈夫ですね。さて、そんなことです。それでは次に、ここから奈良時代に入っていきます。じゃあ奈良時代に入る前に、ここまでの飛鳥時代について実際の入試問題を見て確認してみましょう。まずその前に、船橋に関連するんですが、縄文海進でここら辺まで海が来たということが分かっております。今の JR 船橋駅のあたりとか まで結構海が来てたんですね。さて、これが、道具縄文時代、その福岡から枝をしていると。そして銅鐸は、この弥生時代の米の豊作、そして埴輪は古墳時代に埋めたやつですね。さて、これが2019年の千葉県の第1問の問題です。で、千葉県の第1問の問題で言いますと、さどうでしょうか。この I1 と、2に何が入るかということですね。約1万年に氷河が終わると、氷河期、期だと思います。氷河期が終わると海面がどうなるかと、地球が暖かくなると、極の氷が溶けるということです。それでは、奈良平安時代、貴族天皇の時代のことをお話ししていきたいと思います。で、飛鳥時代の最後に大宝律令というのを作って、律令制度というのをはっきりさせたと。でこの流れを引き継いで奈良の都が開かれます。飛鳥時代の一番最後に和同開珎という、不本銭の次の貨幣ができます。さて、奈良時代は平城京というのを遷都するわけですけれど、唐の長安を見習って作りました。でなんと綺麗な平城京というふうに押さえるんですね。でこの平城京の文化のことを天平文化と言います。古事記、日本書紀などの、日本の歴史の、古代の歴史の話や万葉集や風土記などが出てきます。でこの時に万葉集は、実質ひらがなのように使われている漢字、ただもうすべて漢字を使っているんだけど、読みのひらがなのような役割をする万葉仮名というものを使いました。さて、この頃実は飛鳥時代の、時に判伝習字法ということで、平等にすべての人に分け与えて取り、その亡くなったら回収するということをやってたんですが、もう三世一新法ということで3代、引き継ぐことができます、子孫に引き継ぐことができますよという法律を作ったと。でさらにもうちょっと後になると、墾田永年私財を、新しく土地を開墾したらそれはもうずっと所有していいですよという法律を作って、ちょっと土地所有が国家が短期間だけ1代だけ与える
形からどんどんと開墾したら私有地を認めるという形になって、これが後の荘園になっていきます。さて、聖武天皇が奈良時代では聖武天皇ですね。聖武天皇が国分寺、国分尼寺やその、奈良の大仏になる大仏像、造立の御事の礼を出すんですね。で、鎮護国家という言葉知っておいてください。仏教の力によって国を安定的に治めるということですね。さて、ただ奈良は、わずか84年で終わりまして、平安時代になっていくんですね。で、平安京は桓武天皇ですね。で、これは鳴くよウグイス平安京と押さえてください。で、その平安京は実は飛鳥時代2つに分割するのと一緒で、平安京は非常に長いので4分割するとよろしいかと思います。で、1つは初期ですね。本当の桓武天皇、直後の時代と、それから藤原家の時代、藤原北家の繁栄の時代と、それから院政と平氏政権というふうに分けていきます。じゃあまず平安京を桓武天皇が切り開いて、そして東北の方ですね、を坂上田村麻呂が成敗を、成敗です。 この朝廷側からすると成敗ですね。東北側からすると侵略をしていくということになります。さて、この頃仏教の最長の天台宗と空海の真言宗が唐で修行した人が帰ってきて開いたんですね。で、この仏教の流れは密教ということです。坊さんが修行をして、非常に真理を突き止めていくという流れだったんですね。これが後で出てくる鎌倉仏教と違いますので見ておいてください。さて、その後、藤原家というのが非常に台頭してきまして、繁栄する形になります。ただ、すぐに藤原一本になったわけじゃなくて、平将門、関東中心と瀬戸内海で反乱した藤原、これ同じ藤原ですけど、藤原本流と違う人ですね。平将門では藤原住友乱があったりしました。で、ちょっと重要な出来事として、この藤原家の繁栄の時代に菅原道真という人がいたんですね。これ今、学問の神様と言われている人で、この人が遣唐使を修了しました。遣唐使って飛鳥時代に聖徳太子が遣隋使として始めて、すぐに遣唐使になって、その後もずっと続けられてきたんですが、これ遣唐使修了した、これ非常に大きな意味があって、もう中国からに人を派遣して学ぶ必要ないと、日本の国だけで文化を開けるという、一種の自信ですね、自信があって遣唐使を廃止しました。で、その後中国を真似ない日本の文化ということで、国風文化が花開くんですね。青系は文化のことを言ってますので。で、そして国風文化では仮名文字、ひらがなを初めて本格的に使い始めたということですね。古今和歌集、源氏物語とか、そうです。さて、この菅原道真は大活躍したんですが、その後また太宰府に左遷されてしまいまして、この左遷された時にこういう歌を詠んだということで有名ですね。さて、この藤原家の一番、栄華を極めた人が藤原道長ですね。道長摂政を極めた頃に最も繁栄したということで、この世は我が世とぞ思う望月の欠けたることもなしと思えばというすごい歌を詠んでるんですね。で、この藤原道長が非常に有名ですので、ちょっと勘違いされやすいんですが、息子に頼通という人がいます。この頼通が平等院鳳凰堂という、十円玉の裏の有名な建物、これ非常によく出るんですが、道長ではなくて頼通が作ったということ、これ知っておいてください。で、この人たちが、藤原家が摂政や関白になって、一応天皇を立ててるんだけど、実質はこの摂政関白が政治を動かしていく政治のことを摂関政治と言います。さて、さっき言ったように、これらの法律でだんだん土地の私有が認められてきましたので、荘園が発達するんですね。で、荘園といっても、実際に持ってるのは、その貴族とかで寺院とかが土地を持ってるんですけど、その私有の土地が出てきたということですね。さて、これが後でちょっと鎌倉にも関係しますので、荘園がこの頃、発達したということを知っておいてください。で、実は荘園の防衛のために武士団を雇ったわけですね。この武士団が後に成長して、
鎌倉時代以降の武士の社会になっていくんです。さて、この頃奥州藤原氏という人が、これも藤原北家というのが一番本流のやつですけど、藤原という名前つく人いっぱいいるんですが、奥州藤原氏ということで中尊寺金色堂というのを建てたわけですね。さてその後、白川上皇という人が出てきまして、院政という、院政の政は政治の政ですね。これは上皇というのは天皇じゃない、天皇を引退した後に、元天皇がのことを上皇というんですけど、上皇が実質、幼い天皇を支えて上皇が実質政治をするという制度のことを院政と言いまして、院政を始めました。でそしてその後平氏が登場して、平清盛が平氏中心の政権を作る。一応天皇を立ててるんですけど、実質は武家政権ですよね。平安時代の最後は天皇は立ててるけど実質は武家政権という形になっていくんです。で平清盛で有名なのは大和田泊という、現在の神戸港の位置にあるその港を開いて、宋、もう唐は滅んでまして、宋、中国の宋と貿易したというので有名です。そして平氏は繁栄をしたんだけど、最後に源氏に滅ばされて次の時代になっていくということです。さてここでいろいろこの、押さえていく必要があるんですけど、奈良時代が聖武天皇、そして平安時代が桓武天皇。この聖武と桓武が、どうしても間違いやすいんですね。それでということで、ちょっと無理やり私考えたんですけど、聖武と桓武と、鎌倉時代の頼朝、この順番に並んでるということで SKY ですね、スカイということで SKY の順番だから、聖武が奈良で、 K が桓武が平安で、最後は頼朝だなというふうに知っておいていただければいいと思います。それでは、2021年の千葉県の問題で、前半はさっきまでの古墳時代のことなんですが、これさっき古墳のところの話でちょっと言わなかったけれど、これどうでしょうか。じゃあ、もう時間がないので、どんどんちょっとだけ予測してもらって答えいきますね。はい、朝鮮半島から飛来した人ことを渡来人と言います。そして、平城京はさっき言ったように唐の都を学んだと。で南都から泣くよまでですから84年間ですね。ということでこれが選択肢が選べるということになります。それでは次に2020年の前期の社会の第3問で、第4問ですね。第4問はいろんな時代のことをまとめて聞いてるんですけど、分割すると各時代に分かりますので、藤原氏のことについて、家系図が出ていてきたと。じゃあちょっとどうですか。 A の家系図の A から D の人物はその文章について述べたものを選べということですね。どうでしょうか。ちょっと予測してみてください。さて、これは聖徳太子の時代ですから、聖徳太子の時代というのは、藤原派の台頭の時代じゃないのでちょっと違いますね。それから B が正解です。聖武天皇の皇后となってたが、この頃の文化は天平文化。そうですね、聖武天皇は奈良時代だから、奈良時代は天平文化ですね。これが丸です。で次はさっき注意しましたように平等院鳳凰堂を建てたのは道長の息子の頼通ですので、道長と勘違いしないでください。で、奥州藤原氏はこれは本家というか繁栄をした藤原北家とは、道長とか頼通の系列とは異なるということです。それでは、鎌倉時代以降を見ていきたいと思います。鎌倉時代から豊臣秀吉の桃山時代までは、武士の政権ですね。その後の江戸時代も武士の政権なんですが、江戸時代は比較的安定してたので、その安定の中での改革の話が中心に書かれるんですけど、ここら辺はもっと武士と戦乱の時代ですね。ただじゃあ武士で戦乱の時代だけだったかというと、農民や商人が発達してきて自治と連帯がの始まりの時代でもあります。さて平安時代の末期に平氏政権があって、こういうことをやったというのは先ほど説明しました。
で、鎌倉幕府が壇の、あの平家が壇ノ浦の戦いで負けて、そして鎌倉幕府が守護地頭というのを置くんですね。これは地方の、武士系の支配者です。地方の、その統領ですね。で、この伏護地頭が置いたのが1185年で、これが実質鎌倉幕府の始まりなので、今は1185年が藤原氏の時代、藤原氏じゃなくて鎌倉幕府のスタートとなっております。さて、実は、頼朝は、源頼朝が鎌倉幕府を作るんですが、弟の義経と協力して、兵士をやっつけるんですが、そのやがて義経を、その、なんていうかね、やっつけようということになりまして、で、義経をかくまった奥州藤原氏を滅ぼしてしまうということをやるんですね。さて、この、頼朝が形式的に征夷大将軍に任命されたのが1192年です。で、この、すでに、鎌倉に拠点を置いてたんですが、征夷大将軍というのを、天皇から任命されると。で、この征夷大将軍をもって、昔は鎌倉幕府のスタートと言ってたんで、いい国作ろう鎌倉幕府という覚え方があったんですね。で、今はいい箱になっちゃったんですけど、いい、大体時代の流れが分かればいいので、いい国作ろう使っていただいてもいいですよね。さて、その後、源の、家が、源家が、その将軍になったわけですね。で、この形式的に源家は続いていくんですが、実質の実権は北条家に移ってきます。で、源頼朝の妻の北条政子の父親だった北条時政が執権政治。執権っていうのは、摂政関白はあれは天皇に対してですけど、将軍に対して、将軍は形だけで実質の権力を握ってる人が北条家になったんですね。さて、その北条時政が本格的な執権政治を始めると。で、その後、実は鎌倉幕府ができて、約40年後に、実は後鳥羽上皇という人が再び天皇家に権力を戻そうとしたんですね。承久の乱で、ところが負けまして隠岐に流されます。で、この時に北条政子が、頼朝に世話になった人はきちんと、御恩と奉公、御恩と奉公って関係があるんですが、将軍が土地などを与える代わりに、御家人という家来の方は、将軍に使いなさいと、いざとなった時は助けなさいということで、いざ鎌倉という言葉があるんですが、そういうことで、この承久の乱の後鳥羽上皇を鎮圧するために、大演説をしまして、で、武士が頼朝の側について、頼朝鎌倉幕府の側について、後鳥羽上皇は負けてしまうと。で、それあと朝廷が、天皇が、また反乱を起こさないように、京都に六波羅探題、六波羅というのは京都の地名ですけど、探題、探偵のことですね。監視役を、作ったということですね。で、この頃、さっき、貴族とか寺院の荘園が発達したって言ったけれど、その荘園のはもともと貴族とか寺院が持っていたんですけど、地頭が、守護とか地頭が各地に配置されましたね。で、それが、これは私の所有地だということを主張して、だんだんとその荘園を侵略してくるんですね。で、しょうがないから、領主と地頭が土地を、真ん中で分割したりするようなことも行われました。さて、承久の乱を平定したこともありまして、武士の世界が安定してきたので、御成敗式目という、その武士の法律を作ります。で、律令の方は貴族の流れなんですけど、公事法というのは、公家の方の流れなんですが、とは異なる武家の慣習法を作ったんですね。で、この頃の鎌倉幕府が、文化が花開きました。で、こういうものを作ったり、あるいは、運慶会計の彫刻、なんていうかな、像の、演歌会計がいろんな像を作ったりしましたね。さて、鎌倉時代で有名なのは、いろんな仏教ができたということです。で、この仏教が明確に、それまでの仏教と違うのは、さっき言ったように、お坊さんの偉い人が、すごい修行をして真理に近づくという、こういう形の宗教ではなくて、
民衆が誰でも信仰できますよという形の宗教だになったんですね。で、新仏教の流れは3つになります。念仏と題目と禅というのは禅を組む、座禅を組むということですね。で、念仏の流れの中のこの法然の浄土宗というのが、まあ、ある意味では一番分かりやすいので説明をしていきますと、まあ、浄土、その庶民が極楽浄土に行けると。で、南無阿弥陀仏を唱えれば極楽浄土に行けるということで、まあ、これ自然の禅、一番自然な信仰ということで浄土に行けるという法然ですね。で、次に本当はここら辺の鎌倉仏教の深い話をするといろいろあるんですが、もう明日に迫ってますので、まあ、選択肢が選べる程度に話をしていきます。で、親鸞がそれをちょっと変化させて浄土真宗、悪人正気説などを唱えた、ね、浄土真宗を作るんですね。この親鸞の真と真宗の真が連動していると考えれば、あ、浄土真だから親鸞だなと。それで一辺という人が踊り念仏の自習を開きます。で、題目は日蓮宗ですね、法華宗とも言われます。そして禅宗は永在の臨済宗と道元の曹洞宗があるんですが、永在の在と臨済の在がこれが一致していると押さえておくとよろしいかと思います。さて、鎌倉幕府はこういう法律、武士の心得まで作って非常に繁栄するかに見えたんですが、元が攻めてきちゃったんですね。で、元寇は撃退できたんです。で、その徳宗が頑張って赤類という防衛線を九州に作って防衛して、まあ、たまたま、嵐が、その元の船を沈めるという幸運もあって防衛できるんです。防衛できたのは良かったんだけど、ちょっとこの御恩と奉公という関係が崩れたんですね。今までは家来が頑張って戦争に勝つと土地が新しく広がるので、その土地を御恩として家来に、まあ、御家人に与えればよかった。だから不備来に対して、元に対していくら抵抗しても土地は広がらなかったので御恩作れなかったんですね。で、御恩が作れなかったので、ちょっと戦った武士の間で不満が出てきた。それからもう一つ大きなことは、当時武士は分割相続というのをやってたんですね。つまり兄弟が3人いれば3分割土地をしていくということをやっていたので、どんどんと土地が狭くなっていくんですね。ということで武士が没落しまして、一部が、まあ、悪党という言葉があるんですが、これはまあ、やむを得ず、その、なんていうかな、生きていくためにそういうふうにな、なんてことをせざるを得なかった人が生まれてくるということになります。で、そういう武士の窮状があったので、特政令、借金の帳消しということを鎌倉幕府の最後にやりました。で、これは特政令がよく江戸時代に出されるのでよく引っかかりやすいんですが、特政令の一番最初は鎌倉時代の元寇の後ですので、しっかり押さえていってください。さて、それで鎌倉時代について3人北条家の名前が出てきます。時政と泰時と時宗ですね。で、これは時という漢字を共有しているんですが、この違う漢字1文字の漢字で押さえておくと言っています。時政は政子の父親ですね。まあ、親子で同じ漢字を使うというのはよくありますので、あ、北条政子はさすがに有名ですから、頼朝の妻で、政子の父親が時政だから初代執権は、時政だと。で、その次に、御成敗式目を作ったのは泰時なんですけど、ちょっと安定したから、安泰の時だから、御成敗式目を作れたということで、この安泰の泰が入ってる泰時ですね。そして、時宗が元寇に、まあ、立ち向かったんですが、時宗によって不備来藩は負けたので無念ということで、不備来藩側からすると無念ということで、無念ですね。さて、その次に、この建武の時代に入ってきます。建武の時代というのは何かというと、鎌倉幕府がだんだん弱体化した時に、後醍醐天皇という、まあ、ずっと、京都の方としてはこちらに政権を、戻したいと思ってたんですね。で、後醍醐天皇がすごい不屈の人でありまして、一回隠岐に流されるんですが、脱出しまして、呼びかけて鎌倉幕府を滅ぼそうという武士に呼びかけたところ、
鎌倉幕府に不満を持っていた足利尊氏という人などが決起しまして、後鳥羽上皇に味方したんです。あ、ご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 めんなさい。後醍醐天皇に味方したんですね。で、後醍醐天皇が、天皇中心の、社会を立てたのが建武の新政です。で、この建武の新政、非常に分かりやすくて、1333ですから、まあ、1世紀を1とみなすと、一家3分の1ですね。1.333ということで、この建武の新政を作ったと。さて、ただ、足利尊氏は武士ですから、一応後醍醐を立てたんですが、後醍醐はやっぱ天皇を中心にしたかったんで、武士を、まあ、そんなに重んじなかったわけです。だから尊氏はやがて、後醍醐と決別をしまして、自分で政権を立てると。で、その時後醍醐は吉野の方に逃げまして、そこで朝廷を開くという形になりまして、で足利尊氏の方で京都で光明天皇というのを立てます。つまり天皇が2人いる形の南北朝の時代になっていくんですね。これは南北朝の分裂がしばらく続いて、まあ、約60年後に合体するまでずっと続きます。で、ここら辺からも朝廷自身が混乱します。さて、その後足利尊氏大将軍になって、その第2代じゃなくて第3代将軍の、その義満の時代に足利家は本格的に繁栄するんですね。で、実は、まあ、この室町という京都の、ところに、また政権を作るんですね。一旦鎌倉に行くんですよ。武士政権、鎌倉に行くんですが、室町の足利の義満の時から再び京都に戻って、朝廷も京都にいるし、将軍も京都にいるという形になったんですね。で、室町に作りました。で、この時に、執権じゃなくて管領という補佐をつくんですよ。これは本当に補佐で、執権のように実権を握ってたわけじゃなくて、室町幕府は基本的に将軍が実権を握っております。で、足利義満の時代に金閣寺とか北山文化が繁栄したと。で、義満で重要なのは日明貿易したんですね。で、日明貿易というのは当時海賊都市という倭寇という海賊が出没してたんですが、その海賊ではなくて、その海賊はできるだけ撃退して、正式な日本の船として明に貿易をしたいと、当時の中国のもう明に変わってるんですけど、で、そのために明から公認された関号という札を持っている船が正式な貿易船だということを証明して貿易するという日明貿易、関号貿易というのを始めたんですね。で、明からは銅銭や絹を輸入して、日本から銅とか硫黄とか金、つまり日本は原材料を送って、こちらで加工して銅を作るわけですが、まあ、中国の方が進んでたということがよくわかりますね。で、ちょっとここで注意してほしいのは、同じ中国に対する貿易でも、平清盛は日宋貿易、足利義満は日明貿易ですから、区別をしておいてください。で、この頃、実は農民の実組織である宋が発達しました。で、その農民の中には一揆を起こして権利を主張する流れも生まれます。さて、この時に、この頃ちょうど武士の世界を揺るがすというか、まあ、京都も�応じた大きな事件が起こります。応仁の乱というのが始まるんですね。で、幕府を2つに分けた争いが、内乱が始まりまして、京都が戦場になって京都が焼ける灰になるという出来事が起こりました。これが11年間続きます。で、大混乱をしまして、武士も弱くなる、朝廷も弱くなるという、あ、武士というか将軍も弱くなり、朝廷も弱くなるということになって、そこで各地方のもともとここら辺で守護地頭で任命された人は、いや、あるいは守護として任命された人や、それから自分の力でのし上がってきた人たちが、各地で大名になる、大名が主導する戦国時代になってきたんですね。で、一方、商人の世界では堺などが自治都市を、将軍の自治都市を作りました。で、将軍の方はどうだったかというと、将軍は依然として室町幕府は存在します。で、8代将軍の足利義政という人は、まあ、この人政治はあんまり関心がなくて、文化が大好きで、まあ、応仁乱の混乱の後ぐらいに、まあ、この銀閣寺を作ったり、書院造りとか枯山水という、こう、なんていうかな、ちょっと落ち着いた文化を京都で花開くということをさせます。で、鎌倉時代に最後に元寇が、
外国の影響があったように、この室町の時代の最後あたりに、やっぱり種子島に鉄砲が伝来したということと、キリスト教が伝来したということ、フランシスコ・ザビエルですね。で、これはポルトガル、両方ともポルトガルなんですけど、こういう外国の影響もありまして、で、最後、室町の最後に、織田信長が出てきて、京都から将軍義昭を追放して室町幕府が崩壊します。さて、そして織田信長が安土城に入って、安土、だから安土時代っていうんですが、安土、信長の天下が一時的にできるんですが、すぐに本能寺で負けました。で、織田信長がやったことって有名なのは、楽市楽座を作ったんです。ちょっとここ言い忘れたんですが、当時商人で、市を建てたり、座という同業職人を作ったのがあったんですが、これだとだんだんと固定化するんですね。よって誰でも参加できますよという、で、関所なんかを撤廃して商業を自由にしたというのが楽市楽座というのが信長の政策として有名です。で、信長が本能寺で死んだ後に豊臣が関白となって、刀狩りや検地をして、兵農分離というんですが、兵士と農民を、農民が兵士になるようなことを、防ぐという、分離させようとしたんですね。で、朝鮮に出兵したけど失敗したと。で、伏見城に移って、その地域を桃山って言ってたんです。桃山文化と言います。で、千の利休の茶道とかが有名ですね。あと城郭を建築をしたりしたと。で、その後徳川に滅ぼされると。さて、ここでさっき時政、時宗の、話をしたんですが、一応ここも後鳥羽上皇が、この承久の乱で一旦鎌倉、30年後に天皇に実権を戻そうとして負けたのが後鳥羽上皇。そして一応勝った、一時的に建武政権を立てたのが後醍醐天皇で、両方とも後がつきますので混同しやすいなんですが、一応後鳥羽上皇の方が上皇だから院政に近い側ですね。院政に近い側だから前半で、天皇、後醍醐天皇はこっち後半のこっちの両者を混同しないためにそう抑えていただくといいと思います。さて、義満、義政、義昭は、これが一番繁栄したということで、義満、政、で、そして義昭は、室町幕府最後も諦めたということで、昭ということで抑えておいてください。さて、それでは、千葉県前期の問題。金剛力士像、これ答えちゃったけど、金剛力士像ですね。武士が作った、運慶が作った、武士の、本当は写真があったんです。写真省略してます。で、ここら辺は、頼通ですね。で、奈良時代ということです。さて、その次、室町の文化の中で、金閣と銀閣という対比で、抑えてほしいんですが、義満は派手な人、派手で、金閣寺、派手な金を作ったんですね。三層です。ここを一層とみなしますので、三層の、建物ですね。で、北山で文化を作ったということです。そして、義政は、落ち着きの文化です。で、銀閣、ちょっと落ち着いてあるんですね。二階建て、治承院と見ます。で、東山文化。で、大体派手か地味かで区分ができるんですが、ただね、北山と東山だけは混同しやすいんです。だから、ちょっともう一つの押さえ方として、濁点が入ってる銀とか地とか雅という濁点が入ってる方がこっち系列、濁点がない方がこっち系列ですね。それでは、これが2019年の前期の問題。さっき言った日民貿易のことですね。時間の関係で答えパッパッといきます。倭寇を取り締まり、正式な貿易船には明から与えられた官号を持たせたと。それでは、これがさっきの家系図の年表のことですけど、さあ、後鳥羽上皇が反乱して負けたやつですね。で、その後、京都に監視役を置きました。さて、後鳥羽上皇を破って沖流し、六波羅探題ですね。
それで、この足利氏の将軍でた時代、つまり、室町時代の話としてはこれです。おとぎ草子です。で、ここら辺は実は江戸の文化とか、ここら辺は、平安文化になってきますので違います。それでは、次に、これは何回も急いでやったところで確認したかったら、何回見てください。で、これ2018年の千葉県の問題なんですが、非常にいい問題です。これを見ると、鎌倉と室町の様子がよくわかる問題なので、ちょっと一瞬考えてみてください。で、ABCD、それぞれ何が執権官令、鎌倉府、ローカル短大の何が当てはまるかということですね。はい、じゃあ確認していきますよ。まず、鎌倉幕府は将軍の一応下に執権がある。まあ、本当は執権の方が強いんですけど、で、中央は鎌倉です。で、中央は鎌倉ですから、実は京都も地方の一つなんですね。だからこれが六波羅探題です。で、一方、こっちは管領ですね。まあ、こっちは本当に補佐役です。で、ここら辺の基本的な同じ武士政権ですので、ここら辺はあんまり変わってないんですね。それで地方と中央が逆転するので、こっちは室町幕府は京都が中央ですので、地方が今度鎌倉になりますので、鎌倉、まあ、一応前政権の府であった鎌倉にも府を置いておくんですね。ということです。はい、ということで、関東などを支配したということで、鎌倉府はこうですね。で、これが、B の六波羅探題で、これが将軍の補佐役ですので、これは管領の方ですね。で、北条氏が実権を握った方は執権の方ですね。それでは、織田信長の話。足利義昭が出てきましたね。室町幕府。はい、足利義昭、諦めて京都から出ていったと。そして、室町幕府が滅ぼされたと。それでは、江戸時代の話です。江戸時代の話では、まず、関ヶ原の戦いで、東軍の、まあ、江戸に幕府を開くわけですから、東側ですね、東軍の家康が勝って、負け西軍の石田三成で、豊臣側が負けました。さて、それで、江戸幕府を家康が、打ち立てたんですが、その、幕藩体制、幕府と藩がある体制は幕藩体制と言います。そして、徴用順と書いてあるんですけど、大名を3つに分けました。親藩という、徳川家の親戚のグループと、譜代大名、これ徳川家に味方したと、関ヶ原とかで味方した側で、外様っていうのが味方しなかったり、あるいは、まあ、敵方だったりしたやつを分割しまして、で、この順番に徴用したんですね。ということで、外様っていうのは非常に江戸から遠いところに、追いやられたという歴史があります。さて、豊臣家は、徳川家は例えばここで明治維新に変わった後も、その後も脈々と今でも徳川家の方は生きておられるんですけど、豊臣家は実はここで完全に滅ぼされてしまうんですね。大坂城の冬の陣、夏の陣の順番なんですが、秀頼と淀君が自害をしまして、豊臣家が滅亡して、それ徳川だけになったので、まあ、武家諸法度、武士の心得を作ったと。で、泰時の御成敗式目、鎌倉時代は式目で、江戸時代は法度ですので、まあ、ちょっと区別をしておいてください。そして、この頃実は公家の法についてもその決まりを作った、禁中並公家諸法度ですね。法度です。江戸時代です。さて、三代将軍の家光が、家康が基本作ったんですが、家光が整備しまして、一国一城とか参勤交代、これは大名を江戸に通わせて、労力を使わせて、幕府に、反抗できないようにするものを作ったり、それから補佐役として老中を重んじたりしました。さて、その次にちょっと青字で書いて、濃い青字で書いたんですけど、これ薄い青字が文化の話っていうのは、前3枚のスライドと一緒なんですけど、ちょっと江戸時代独特の話で、鎖国の流れ、幕府を維持するしようとする流れのことを青字で書いてます。で、島原の乱ということで、キリシタン、まあ、が決起したことに対して弾圧をすることもこともありまして、国を完全に閉じたんですね。で、ポルトガル、特にカトリックの国の船の来航を禁止しました。
ただ一部プロテスタントのオランダに対しては、出島で一部、攻撃を許されたりしたんですが、基本的には禁止するという形になりました。さて、この頃、ここら辺は青、緑は土地所有の流れとか商人の流れと言っておきましたけど、農民に対しては、田畑永代売買の禁令とか、勝手作りの禁とか、勝手に、土地を売ったり作ったりしちゃいけないという禁令を作ったんです。一方で農具の方はこう備中桑とか千箱木というのが発達しまして、農具技術が発達してきました。そして新しい田んぼを開発したというのも江戸時代です。で、一方商業の世界では、五街道が、参勤交代の影響もあって整備されるとともに、海でも東回りる海運、つまり太平洋側回って江戸に来るルートと、それから日本海側を回って大阪へ経て江戸に来るルートが、海運として発達しました。で、両替商とか株仲間、そして蔵屋敷は年貢米を貯めるところですね、大阪に作ったりしたと。さて、その後綱吉という人が五代将軍で出てきます。この人は、犬を重んじなさいという、生類憐れみ令を出したことで有名ですけど、ちょっと人間の社会に対しても福祉的な政策をした人です。で、この綱吉の時代に花開いたのが元禄文化です。で、この元禄文化は重要なのは上方文化ですね。関西の文化だったと。で、人形浄瑠璃とか、その他鬼神、歌舞伎とか浮世絵とか浮世草子というのがこの時代に発達したと。で、学問の世界では幕府公認系の封建社会を維持する朱子学と、それから比較的自由な陽明学というのがあったということですね。大和本草という、薬草系の本もこの頃書かれました。さて、この江戸時代ではこの四大改革、この下線部で引いた四大改革というのが重要でありまして、江戸は非常に安定的に長い時代が続いたんですけど、その分いろいろ経済的な問題も生じたので、それを改革しようとする流れが4つあったんですね。で、それぞれまず最初は吉宗の享保の改革で、その目安箱という投書箱、なんか不満があったらここに投書してくださいということ、改善を投書してくださいということと、公事方様でしょう。で、この公ということが入ってるから公家と勘違いしがちなんです。これは裁判の法律です。これを整備したと。つまり投書と裁判制度を整備した、今でも、今の社会でもやってるようなことを整備したので、これは成功だったんですね。吉宗の改革は成功だった。残り3つはいずれもちょっと反発があって失敗したんです。で、第10代将軍の家春の時で、でもこの赤字で書いたのは小将軍の名前は重要じゃなくて、こっちは改革者の老中の名前の方が重要です。吉宗だけ将軍でした。田沼意次は株仲間を商業の同業者グループを促進して、なことはいいんですけど、賄賂が横行してしまったために不満もたまって、一揆や打ち壊しも起こりました。さて、その次に松平定信が、行きまして、その完成の改革を行ったんですけど、これは関西医学の禁ということで、ちょっと朱子学以外は禁止したとか、あといろんなそのちょっと倹約的なことを強調しまして、これも反発があって、失敗していきます。で、昌平坂学問所という、今の東大の流れにつながるものも作ったということですね。それと、改革系を最初に見てもいいんですが、時系列中に言っておくと、この頃、イギリスやロシアの船が日本近郊によく来ていたので、外国船打ち払い令ということで、鎖国体制を維持しようとしていたと。で、その陽明学の朱子学が官営化されて、それ以外の学問が重んじられないこともあって、大塩平八郎という人が乱を起こしたということがあります。ただこの後の1840年のアヘン戦争が日本にとって対外環境として重要なことで、清という巨大な中国帝国がイギリスに負けたんですね。で、どんどんとヨーロッパが強いと、欧米が強いということが分かりまして、これが日本の、いろんな人も分かってくるんですね。で、その時に全体的にはこのアヘン戦争を機に、開国そして幕府は倒そうという流れにつながっていくんです。さて、で、そのアヘン戦争の直後に最後の改革が行われます。水野忠邦が天保の改革というのが起こりまして、この田沼と逆をやったんですね。株仲間を商業グループを解散したということです。
さて、この頃に繁栄した文化が文化文政文化、略して化政文化というんですが、江戸です、今度は。で、江戸で葛飾北斎や歌川広重が活躍したということですね。で、文化、直接文化ということでもないんですが、地図を作った伊能忠敬とか、まあ、通り宣長国学の人とか、杉田玄白の解体新書とかが有名ですね。で、この頃、庶民は寺子屋で学び、なんとかな、各藩の、子弟は藩校で学ぶということが起こってました。さて、先ほどの話に戻りますと、イギリスが清をやっつけ、勝ってしまった後に、諸外国がアジアにどんどん来るんですね。で、ペリーという人が、浦賀沖に来まして、アメリカのペリーが、で、これ相手が強いもんですから、日米和親条約ということを結ばざるを得なかったと。関税自主権が なしですね、これ。関税を自分で作る権利が、日本側がない不平等な条約を結ばざるを得なかった。で、下田、函館を開港したんですね。で、その後、井伊直弼という人の時代に道中ですね。日米、和親が先で、修好通商が後ですけど、修好通商条約を作りました。で、これでさらに開港を増やしていったと。で、井伊直弼は反対する人を安政の大国ということで、どんどん泥屋に入れて殺していくということをやっていたんですね。で、特に吉田松陰という有名な、後の伊藤博文などの、なんとか、その明治政府を支えるような人を、育てた、人を処刑したりしました。で、それに対する反発もあって、井伊直弼が殺されるんですね、サグラダ門外の辺。やっぱり井伊が外国に対してこう譲りすぎたということに対する反発もありましたので、サグラダ門外の辺とかは、尊王攘夷運動といって、その尊王というのは天皇を立て、幕府はダメだからもう天皇を立てようと、攘夷というのは一敵ですね、外国を討とうという運動が起こったんですね。ということで、ちょっと青系の幕府維持、鎖国系の流れで書きました。ただ、これはその後、外国からの出来事がいろいろ起こりまして、薩英戦争ということで、薩摩とイギリスが戦って、鹿児島に大砲が打ち込まれるようなことを経験を、繰り返し、各藩が経験してたので、もうこれはとても攘夷は無理だということになりまして、でも幕府だと情けないから、天皇にしようというような、尊王だけが残ったんですね、反幕。だから倒幕運動につながっていきました。で、長州藩、今の山口県の長州藩と今の鹿児島県の薩摩藩が協力して、で、まあ、元々対立してたんですけど、それを坂本龍馬と佐藩が仲介しまして、薩長同盟というのができて、それが倒幕の流れにつながっていくんですね。で、庶民の間でおかげ回りとか、じゃないかという、伊勢神宮に踊りながら回るような、ことが行われてました。で、最後の15代将軍の慶喜が、明治政府に、大政奉還をしまして、明治天皇が大政復興の大号令をしまして、明治維新が始まります。で、明治維新の話は、この廃藩置県ですね。藩を廃止して、県を置くとかいうのが行いました。で、この最後の幕末の時代には、じゃあ、幕府側はすぐに完全にもう朝廷側に全て返したかというと、やっぱり幕府側であくまでも戦うべきだという武士の流れがありまして、戊辰戦争が起こります。で、最後、幕府側で戦った人たちがどんどんと追い詰められて、最後、函館の五稜郭で、元新選組という京都で幕府側の人だった土方歳三が立てこもるというようなことが起こって、最後にここも負けて、明治政府に一本化していくという形ですね。という流れです。で、それで、ちょっと重要なのは、この四大改革のことが聞かれるので、ただこの吉宗、田沼、松平、水野がどういう順番だったかというのを忘れがちですから、実はここの安政の大学で、処刑された吉田松陰という人がいるんですが、この人の名前を使って覚え方を作ったんですね。吉田松水、吉田松水、これだけいいんじゃないんですけど、吉宗、田沼、松平、水野ですね。さて、吉宗だけ宮洲箱特事方を出さないでしょ、現代につながる形で成功したと。で、
田沼と水野はちょうど 2番目と4番目は逆のことだったと。株仲間の結成と廃止ですね。で松平はその3番目で、出版統制とか節約、倹約を重んじたということで、大体選択肢が選べるんじゃないかと思います。それでは問題いきましょう。はい、2017年の後期の問題。はい、3つのグループに分けたと。九代大名ですね。さて、参勤交代を制度として認めて、なおかつ鎖国を強化したのはどこかと。はい、あ、家光ですね、家光ですね。それでは次に、まあこれは今の話ともつながってくるんですが、キリスト教禁止のあたりに、まあその直前に起こした乱ですね。キリストの弾圧や重い年貢の取り立てに苦しんだ人々が天草四郎を立てて、まあ鎮圧されてしまったと。じゃあ次。呉屋敷ですね。で、元禄文化ですね。後半の方は化政文化です。それでは、これ。これは2018年の問題ですね。で、千葉県の問題は、3つの語を使えと書いてある、まあ、これを使う必要があるんですが、20字か30字で記述させるんですけど、だいたい前半と後半が、文章が区切ったり違うことをつなげてることが多いので、そこら辺意識していただくと。つまり前半は庶民のことですね、寺子屋で生まれ。で、後半は、藩士、なんていうかな、武士の子供のことということですね。それでは、これです。2019年の問題。関税自主権ですね、そして大政奉還を申し出たと。さて、これは、年号を書き忘れましたけど、千葉県の出題の問題です。つまり、改革順に並べると、田沼が省かれてますけど、まあ、田沼は頭の中で補って、まあ、順番を並べると。さて、こういう吉田、吉宗が吉田松水ですね。で、田沼が省略して吉田松水です。で、久慈方長留所と。で、田沼が省略されてましたが、株仲間の促進。で、松平、朱子学ですね。で、三野が株仲間解散。で、ちょっと、ウは別の人で、幕末の話です。それでは。これは日本史に並行する世界史の話は常識的に聞かれますので、これは分かりますね。産業革命ですね。それでは、最後に幕末の流れを並べさせる問題です。1番と2番に番号を入れるんですけど、逆に言うと1番、2番の前後がきちんと分かるかということですね。ますね。アヘン戦争、ペリーは最後なんていうかな、アヘン戦争が最も年表の先の方にありましたね。で、その直後に天保の水野の改革があって、そしてその後ペリーが来航して、日米和親条約結び、和親の次修好で修好通商で、そして井伊直弼、これが井伊直弼がやったもんですから、それに反発があって安政の大獄が行われて、そしてそれに対する反動で、桜田門外の変が起こって、まあ、だんだん幕府が打倒されて、大政奉還になっていくという流れですね。それでは最後の最後ですが、やっぱりぜひ皆さんに船橋との、日本史との、関係を知っておいてほしいんですね。まあ、これ千葉県公立高校入試ですから、どっかで聞いて、船橋の以外の人も聞いてるかと思いますけど、その船橋、私は船橋市議ですので、ぜひ、まあ、船橋の人がほとんど聞いてると思いますので、まあ、船橋の、との関連を少し最後に話しておき
きます。これだけじゃないんですけど、船橋の、日本史との関わり、縄文時代、舞貝塚町というのが名前があるように貝塚があったわけですね。そして古墳時代、小室に前方後円墳が実はあると。で、飛鳥時代には和道開珎が、まあ、そのこちらで使われてたということじゃなくて、まあ、多分西の方から持って帰って、まあ、たまたまあったんじゃないかということなんですが、和道開珎が、船橋にも出土されております。それから荘園、夏見御厨という荘園ができております。それから吾妻鏡ですね、に初めて船橋という記述があります。で、江戸時代には家康が、船橋のそばに、泊まって、鷹狩りしたということで、今でも鷹城橋と御殿通りというのは、鷹城橋というのは船橋が最初に PV 撮った船橋ファンにとっては聖地みたいなところですけど、があったり、御殿通りという通りがあったりします。で、神殿開発、それから、吉宗の享保の改革の時に薬園台が引き開かれたというのがあります。で、幕末の戊辰戦争の時には、あの幕府側についた人もいるし、朝廷側についた人もいるんだけど、市川と船橋を舞台にして戊辰戦争の一部が行われたということですね。では、ご清聴ありがとうございました。明日の試験頑張ってください。まあ、試験ではなくて見てる方は、まあ、このこれが皆さんの日本史と船橋のことを関心を持つきっかけになっていただければ幸いです。まあ、とにかく中学生の皆さんは明日の試験、ぜひ第4問はこれをよく見て解いてみてください。じゃあおしまいいたします。